先月記録的な大雨に見舞われた能登の被災地で再びまとまった雨が降りました。警報級の大雨の恐れはなくなりましたが、今夜遅くにかけ河川の増水に注意してください。輪島市の河原田川では雨の影響で水かさが増し流れが強くなっています。そんな中でも泥や流木の撤去作業が続けられています。先月の記録的豪雨の爪痕が残る輪島市では、おとといから雨足が強まったり弱まったりを繰り返し、降り始めから午後5時までの雨量は 89.5 ミリとなっています。記録的な大雨から10日以上が経つ中、住民たちは水分を含んだ泥を手作業でかき分けながら片付け作業に当たっていました。警報級の大雨っていうの可能性もっていうのがあるんですけど、ね、ここで垂直避難しとるしか今はないかなと思いますね、うん、県内では警報級の大雨の恐れはなくなりましたが、地震と豪雨の被害を受けた能登では少しの雨でも土砂災害や洪水の危険度が高まる恐れがあります。今夜遅くにかけて河川の増水に注意してください。今日雨を降らせた雲は県内から遠ざかりつつあるんですが、週明けには再びまとまった雨に注意が必要です。では日曜日の昼からの雨雲の動きを見ていきます。日曜日の日中は雨の降るところは少ないですが、月曜日になると再び雨が降り出しそうです。まだ予想に幅がありますが、能登にも活発な雨雲が流れ込む見込みです。今後の気象情報などに十分お気をつけください。輪島市は今日から豪雨で被災した家を訪問し、浸水した深さなど被害の程度を調べる調査をスタートさせました。調査対象はおよそ2000棟に上るということです。地震で助かったけども、水害にも全滅になってみました。輪島市では今日、罹災証明書の発行に必要な被害認定調査が始まり、三重県から来た応援の職員らがメジャーなどを使って浸水した深さを測定していきました。15センチが床の高さです。15センチ、はい。こちらの住宅では1.5 メートルほどの高さまで床上浸水したということです。窓のここは確実ですね。この青い線のとこ、外は多分私の155か6ぐらいなので、それ全部多分水没してると思うんですけど、被害認定調査の対象は市内でおよそ2000棟に上り、市は来月末までに全ての調査を終わらせたいとしています。できるだけ迅速に調査を進めさせていただいて、速やかに結果を届け、その結果をもって支援につなげていただければと思っておりますので、調査してもらって、あとどういうふうにね、また考えていただけるのか、それ一番期待してるけどね。被害認定調査は1日に20棟から30棟のペースで進められ、罹災証明書は調査から3週間以内をめどに発行されます。豪雨による土砂崩れで道路が寸断され、一時孤立状態に陥った輪島市の馴染地区。地震で人口流出が進み存亡の危機に立たされている地域の今を取材しました。名船漁港に続く川の河口付近では大量の流木が橋に流れ着いたままの状態になっています。もうすごいこの橋の柵を乗り越えるくらい水量多くて、で、まあ、山から、まあ、土砂とか倒木とかすごくこう溜まっとって、溢れてる感じでした。当日輪島市馴染地区で飲食店やゲストハウスを営む奥田和也さん、店舗は無事でしたが、近くの住宅などは流されたほか、生命線の水道管も破壊され、地区が壊滅的な被害を受けました。そこも水道管走っとったんですよ。これも土砂で押されてもう流れてしまって、で今は川からこっちは水来とらん状態ですわ。激しさを増す濁流は
何もかも飲み込んでいきました。ここは道路やったんですよ。ここに車1台通れる道路あって、でこの裏からあの広場に出れるかなと思ったんやけども、道路もなくなってしまったし、なんかね、地震の後よりもちょっと正直わけ悪いっすわね。地震からおよそ10ヶ月、馴染みはまさに再スタートを切ろうとした矢先の水害でした。馴染み地区は9月から解体始めとるんですよ。だからその間ずっと進んどらん状況で、ようやく少し解体入った状況で、まあ、こんなことやから、まあ、皆さんすんごい、まあ本当あのダメージは大きいっていうか、あの明るいそういうニュースとかっていうのは全然ないですけど、ね、5年後10年後もちょっと分からんですからね。だけど、まあ、今はとりあえず、まあ、あの土砂僕ら出したし、あの仕事できるようになったし、まあ、前向きにちょこずつなんかできることは今まで通りやっていこうかなって感じですかね。奥田さんはいつか馴染みに明るいニュースが来ることを信じて、日々自分にできることを積み重ねています。奥田さんがおっしゃっていたように、馴染み地区では先月公費解体が始まったばかりで、はい、このタイミングでこの大雨というのは住民の心労もさぞ大きいと思いますね。生命線の水道管も破壊されて、馴染み地区の一部では今断水となっているんですよね、はい、早期の復旧が待たれます。災害の発生からこう一時的に落ち込んで不安感ストレスを抱えていると、症状が長引くと心身の健康に影響を与える可能性もありますので、住まいの再建にとどまらずですね、心のケアというのも長いスパンで支援が求められています。豪雨で自宅や仮設住宅が浸水し生活が続けられない住民のため、県はホテルや旅館への二次避難に向けて受け入れの準備を進めています。輪島市では35世帯63人が二次避難を希望し、週明けから受付を始めます。これは輪島市の坂口市長が今日開かれた県の災害対策本部委員会議で明らかにしたもので、市が住民の意向を聞き取ったところ、35世帯63人が二次避難を希望したということです。避難を希望しているのは、床上浸水した宅田町と門前町浦上の仮設住宅のほか、住宅が流され4人が亡くなった布袋川町と道路が寸断されている西穂地区の住民です。市は今月7日から住民の健康チェックを行った上で、順次七尾市内のホテルや旅館に住民を避難させることにしています。やはり生活支援ということ、それから安心してまず二次避難できるということ、全力を尽くしたいと思っています。そのためにも、市町でちょっと丁寧に意向調査をしていただきたいと申し上げておりますので、その内容を踏まえてですね、受け皿を用意して対応したいと思います。県は二次避難の受け入れ先として、36の施設でおよそ900人分を確保していて、今後珠洲市でも希望する住民を募ることにしています。ここで義援金のお知らせです。 JNN、JRN では令和6年9月能登半島大雨災害義援金を実施しています。お寄せいただいた義援金は全額日本赤十字社を通じて被災地に送られます。皆様のご協力をお願いいたします。おととい、加賀市で男性が熊に襲われ怪我をするなど、県内では今年すでに3件の人身事故が発生しています。熊の餌となるブナの実が凶作と予想され、これから冬を前に大量出没が懸念される中、金沢市で今日熊の出没を想定した訓練が行われました。正面のあのでかいあのクリの木、はい、あそこに熊の人が、はい、登っていました。金沢市田上本町で行われた訓練には、警察や猟友会、地元の住民ら合わせておよそ40人が参加しました。住民が山あいの集落で体長およそ1メートルの熊1頭を目撃した想定で行われた訓練。県や市の職員らが住民の目撃情報をもとに捜索した結果、山沿いの神社で熊を発見、捕獲方法を検討しますが、
この周囲の状況からすると完全に着弾することは難しいと判断します。住宅に近いことから警察は猟銃を使用できないと判断し、麻酔銃で熊を眠らせてから捕獲しました。訓練で熊が捕獲された場所からおよそ150メートルにあるこちらのゴミステーション、およそ4年前にこちらでゴミ捨てをした帰りに男性が熊に襲われる事故がありました。この場所では4年前の2020年11月、ゴミ捨てに出かけた69歳の男性が熊に襲われ足に怪我をするなど人身事故が2件相次ぎました。さらに今年も住宅地の道路沿いの本当にあの草やぶのところに、黒い物体がいたんで、あ、これはあの熊だなということで、すぐに分かりました。およそ700メートル離れた金沢市太陽ヶ丘で先月28日、MRO が公園に向かって逃げていく熊を捉えました。熊を目撃した時間帯っていうのは、よく犬の散歩ですとか、あとはジョギング、ウォーキングされている方もかなり見受けられますので、住民にとっても注意すべきことかなというふうに思いますね。これから人里への大量出没が懸念されるクマ。県は遭遇した場合の最終手段として首を守るよう呼びかけます。どうしてももう襲われそうになった場合はうつ伏せになっていただいて、首が大事ですので手で首を押さえていただいて被害を最小限に防ぐとかそういうことが大事になると思います。もしもの時なんですけどそういうことになるかと思います。県はおととい、3年連続でツキノワグマ出没警戒情報を出し、クマの行動が特に活発になる早朝や夕方、夜間の外出を控えるよう呼びかけています。住宅地にも出没しているということですから、はい、もしも遭遇したときどうするのかっていうのを自分たちだけじゃなく、例えば高齢者だったり子どもたちだったり、いろんな人と共有しないといけないですよね。そうですね。凶作とされるブナの実ですが、なり具合を県が調べたところ、8月時点で県内25箇所の調査地点のうち大凶作が8箇所、凶作が9箇所だったんですね。県は柿や栗など熊を引き寄せる果実は早めに摘み取ること、またペットフードや生ごみを屋外に放置しないことなどを徹底するように呼びかけています。変わっては、伝統の歌と踊りを受け継ぐ加賀市の山中芸妃。年々担い手が減っていましたが、今日新たに2人の新花が加わりました。芸妃のデビューはなんと9年ぶりです。加賀市の山中温泉は江戸時代から伝わる伝統民謡山中節を芸妃の歌と踊りとともに楽しむことができる温泉街として知られています。この伝統芸能を継承する新たな山中芸妓が鈴音さんと文香さん、今日は着物姿に白塗りで地元の15の旅館へ挨拶に回りました。よろしくお願いします。はい、頑張ってください。ありがとうございます。文香さんにお願いします。山代温泉出身の鈴音さんはおととしから、大阪市出身の文香さんは今年の5月末から稽古を積み重ねてきました。年々数が減り、これまで4人だった山中芸妓に9年ぶりに加わった2人の存在、町の盛り立て役としても期待が寄せられます。今できる自分にできることを一生懸命やって続けていけたらいいなと思ってます。私たちをきっかけに山中を知っていただいて、山城や片山津の方にも観光に行っていただいて、もう少しいろんな観光客の方でにぎわっていただいて嬉しいなと思っています。2人は明日加賀温泉駅前で行われる北陸デスティネーションキャンペーンのオープニングイベントで初舞台に立つ予定です。この後はお天気です。明日の県内は曇りや晴れとなりそうです。
週明けは再びまとまった雨に。今後の情報に注意してください。ここからはお天気。まずは雲の様子です。日本列島は秋雨前線や低気圧による帯状の雲に広く覆われています。ただ雲は全体的に東に移動していて、北陸や中国地方、九州北部は徐々に雲が少なくなってきています。明日朝9時の予想天気図です。明日は秋雨前線が南へ下がるでしょう。日本海には大陸から高気圧が移動してくる見込みです。全国の明日の天気です。北海道は明け方まで雨が降りますが、日中は天気が回復するでしょう。東北は大体晴れる見込みです。北陸から九州北部にかけての日本海側は広く晴れるでしょう。金沢の曇りマークは雨を降らせるものではありません。一時的に日が差すこともありそうです。太平洋側は雲に覆われて、関東や四国は雨が降るでしょう。沖縄も雲が広がる見込みです。明日土曜日の県内は本州にかかる前線が南に離れるでしょう。ただ日本海から湿った空気が入る見込みです。このため能登を中心に日の差す時間もありますが、夜にかけて雲が広がりやすいでしょう。明日の能登は時々晴れでしょう。輪島の最低気温は17度と今日より3度ほど低いでしょう。最高気温は24度と平年並みの見込みです。朝晩ひんやりと感じられるようになってきました。体調管理にご注意ください。香川1日を通して曇りの天気でしょう。金沢の最低気温は18度と平年よりも2度くらい高いでしょう。最高気温は24度と平年並みの気温となりそうです。県内の週間予報です。あさって日曜日は雲が広がるでしょう。月曜日から火曜日は雨が降り、雨足が強まることもありそうです。最低気温、最高気温は平年並みか平年より高い日が多いでしょう。ただ火曜日の日中は金沢で20度と10月下旬並みになりそうです。全国の週間予報です。日曜日はほとんどの地域で雲が広がり、月曜日と火曜日は雨の降るところが多くなるでしょう。水曜日以降は金沢や福岡など日本海側から天気が回復する見込みです。熱中症情報です。明日も湿度が高いため屋外の活動は熱中症に注意が必要です。暑いと感じるほどの体感ではありませんが、水分補給を心がけましょう。紫外線情報です。明日も日焼け止めを塗るなど対策をなさった方が安心です。ここまでお天気でした。ニュースディグ。 JNN のニュースアプリニュースディグを深掘りするここ掘れニュースディグのコーナーです。今日から担当は大野さんです。はい、お願いします。 MRO をはじめ JNN 各局のニュースのほか、雨雲レーダーや災害情報にもアクセスできるニュースアプリは画面下のこちらの QR コードからダウンロードできます。午後5時時点のアクセスランキングで MRO から配信中の記事では、こちらご覧の記事がよく読まれています。ではこの1週間ニュースディグと MRO のホームページでよく読まれた記事を見ていきましょう。最も読まれたのがこちら、先月24日に配信した孫のいない人生は本当に考えられない。能登を襲った大雨で当時安否が分からなくなっていた輪島市の中学3年の木曽波音さんについて、捜索を見守る祖父が心境を語った記事です。その後波音さんは福井県沖で遺体で発見されました。まだ震災の傷跡が癒えていない場所で豪雨が襲いました。いまだ町の町の女性が安否不明でもありますからね。そうですね。
さあ続いて画像を中心に読まれていたのがこちら、先月28日に配信した珠洲市で常盤貴子さんと仲間由紀恵さんが茶会という話題です。先月10日に俳優常盤貴子さんの呼びかけで珠洲市のカフェで開かれたチャリティー茶会について特集として伝えたものです。茶会には仲間由紀恵さんも参加し、被災地には笑顔の輪が広がっていました。ヤフーニュースや X などエマロニュースを配信している各ウェブサイトでも様々なコメントが寄せられました。まずはこちら、元気づける活動素晴らしいといった声や、このお二人とのお茶会写真も見ました、周りの方々も元気づけられることでしょうといった声が寄せられています。これは豪雨の前の茶会だったんですよね。参加者の方の笑顔が本当に印象的でした。お二人ともこれからも能登を支援していきたいというお話もありましたので、引き続き心を寄せてほしいなと感じました。皆さんでこういった交流できる場というのは本当に大切ですよね。そうですよね。さあそして MRO のホームページでよく読まれていたのがこちら、先月29日に配信した金沢市の住宅街で熊目撃という話題です。金沢市太陽ヶ丘の住宅地で熊1頭が目撃され、公園の方向に逃げていく様子が映像で捉えられました。県内では2日にも男性が加賀市で熊に襲われ怪我をしていて、県はツキノワグマ出没警戒情報を発表しています。さて今週ニュースディグの担当が注目した記事はこちらです。車の冠水対策は JAF に聞いてみたという記事です。こちらは8月に配信した記事となっています。週明けも雨の予報が出ていますし、大雨の時車の運転はどうするのか、ドライバーの一人として知っておくべきことでもありますよね。そういった時の、ね、対策気になりますよね。はい、JAF 日本自動車連盟石川支部によりますと、昨年度に冠水や浸水、水没に関する救護依頼は石川県内で16件あり、最も多いのは走行中の冠水に関するものでした。冠水した道路を前に迷うのが、このまま進むべきか引き返すべきかというところですよね。JAF の加藤美穂さんは基本的には引き返してほしいと話しています。はい、冠水した道路では運転席から水の深さが分かりにくく、自分が思っていた以上に車が水に浸かってしまう場合があるんです。そして避けなければならないのがエンジンルームへの水の侵入です。 JAF が冠水したアンダーパスを想定してセダン車を使って実験を行った映像では、水深60センチで車の前方部分や後方のマフラーが隠れていることが分かります。また水深が低かったとしても、対向車や自分の車が巻き上げる水でエンジンルームに水があることも指摘します。 JAF 石川支部の加藤さんは、もし車が浸かっても車がまだ動くなら、安全を確認しながら後ろに引き返して迂回路に回ることが最善と話していました。これからも大雨の時期はまだまだ続く予想ですので、この少し迷った時はこのアンダーパスは使用しない、通らないというのをしっかりと心に留めておく必要がありそうですね。ヒヤッとした時こそ冷静な対応が必要ですね。はい、ニュースディグでは最新の県内ニュースのほか、緊急地震速報や気象警報など防災に役立つ情報もお届けしています。こちらの QR コードからダウンロードしてみてください。ここほれニュースディグでした。担当の大野さんでした。いただきます。見つけてみ石川を作る企業を紹介する見つけてみ石川の企業。今回は JA と連携して石川の食の生産を支える全農石川県本部 JA 全農石川の取り組みを紹介します。金沢市小部にある石川県農業会館にやってきました。 JA 全農石川は JA グループと連携して石川県産の米や野菜、
肉などの農畜産物を市場などに卸販売しています。またスケールメリットを生かし、肥料や農機具、軽トラックなど生産に必要な資材を JA を通じて生産者に安定供給を行うことで、生産者・消費者の暮らしを支える事業を展開しています。全農の役割は何でしょうか。はい、我々は地域農業の発展に向け、農業者の営農と生活を支援するため幅広い事業を展開しております。また農家が生産した安全で新鮮な農畜産物を消費者にお届けする役割も担っております。幅広い事業を展開している全農、その中で私たちに身近なものが米や野菜など農畜産物への取り組みです。河北市の畑にやってきました。ここに広がるのは全て大根です。これから大根の目合わせが行われます。目合わせとは、作物を出荷する前に品質や規格を定めること。全農職員による大切な仕事です。まず曲がりにつきました。2センチまでであれば収品ですし、かすりですがごく軽いものについた収品となっておりまして、収穫される大根の大きさや形はバラバラですが、安定した品質の大根を消費者に届けるために全農では選別の基準を定めています。こうして厳しい基準をクリアした大根がスーパーなどに並び家庭へ届けられます。こっちが収、こっちが有と量。すごく綺麗。はい、暑い時期に植えたんで、そうですよね、食べてもちょっと辛いと思う、うん、ちょっと辛いけどではいただきます。うん、みずみずしくて美味しいけどちょっと辛いです。残った大根は家でおでんにして食べました。大崎大根は果肉が柔らかいので下茹でしなくても美味しく食べられました。まあ、生産者の方に対しましては、まあ、できるだけ1円でも多くと手取りが上がるように、まあ、適正な品質のものが適正な等級で出荷できるように説明の方を心がけています。まあ、やりがいについてなんですけど、まあ、生産者の方から、まあ、この品目で手取りが上がったよっていう声だったり、消費者の方からいいものがスーパーで買えたよとか、今年スーパーに並んでるこの大根は綺麗ですねとかっていう声をいただくことが一番かなと思います。全農の仕事は農業専門の JA とは違って取り扱う事業も幅広いんですね。はい、米や野菜などの販売はもちろんですが、自動車や燃料などさまざまな事業も行っているということなんです。また大根とっても美味しそうでしたけども、ね、はい、昨年に続いて猛暑で栽培が難しい環境だったんですが、生産者の努力で品質は上々だということです。久保井アナウンサーもガブリと美味しそうでしたね。自分で手料理も披露してましたからね。はい、この JA 全農の皆さんによって私たちの生活も支えられていると感じました。福井市が公募した介護サービス事業者の情報を特定の業者に漏らしたとして警察は今日、副市長を書類送検しました。警察が地方公務員法違反の疑いで書類送検したのは、福井市の小寺正樹副市長59歳です。小寺副市長は、福祉部長を務めていた2022年6月下旬、市が地域密着型の介護サービスを運営する事業者を募る際に、申請した事業者の名前などを元市職員で、社会福祉法人の70代男性に漏らした疑いが持たれています。副市長は今日取材に応じ、情報を漏らした事実はないと否定していました。決して、報道にあるような特定の事業者にこの利益が偏ったりですね、そのような仕事の仕方というのは決して、してきておりませんので、警察は小寺副市長に情報を漏らすようそそのかした疑いで、元市職員の男性も書類送検しています。
さて、いよいよ今月27日に開催される金沢マラソン2024。大会に関わる人たちのさまざまな声を紹介する金沢マラソンボイスです。先月行われた講習会、早く走る技術を学び、明日にでも練習に生かしたいと話す参加者も。今年で4年目になります。今まで完走はしてたんですけど、この機に早く走るちょっとそういうテクニックを学んで、今シーズンはサブ4にならないか分からないですけども、ちょっと目指してちょっと頑張りたいなというふうに思っています。はい、今までゆっくりランニングペースが普通のマイペースで走ってたんですけど、明日にでもそれ練習してサブ4か、サブ 4.5 か、そこら辺を目指して、ね、頑張りたいなというふうに思っています。では最後にお知らせです。明日放送のオールスター感謝祭の赤坂5丁目ミニマラソンに谷川アナウンサーが登場します。非常に責任重大だなと感じました。本番に向けて気合は十分、谷川圭一42歳。運動部経験が全くない谷川アナのトレーニングに密着しました。 TBS の周りの坂って本当に激しいんですって。全力で坂道を走る、一世一代の晴れ舞台への決意。 MRO のアナウンサーやるじゃんっていうのを全国に見せつけたいですね。ストイックなまでの走り込みで明日の本番に臨みます。待ってろ赤坂。放送は明日午後6時30分から。最後なんで裸なのか全然私たちも分かんないんですけど、放送明日午後6時30分からです。赤坂5丁目マラソン、はい、人気芸能人トップアスリートの中に谷川アナウンサーどう割って入るのか、ね、はい、せっかく出るんですので、もう結果に期待していきましょう。じゃあ最後後輩みんなで応援しましょう。はい、谷川アナウンサー頑張って頑張れ。また来週です。